皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月4日20時ちょうど、今日買い物行くときにですね、市川博子アナウンサー、元アナウンサーですね。で、市川博子さんが、すごく若返ったのか、もしくはその娘、あのね、ちょっと前にその岡場のイオンモールのところで、こう喧嘩を打ってくるようなね、ばあさんがいたんですけども、顔見たら極端に若返っていて、それはそれでね、そこまで限界違っていう、だからもう本人かどうかわからないで、一応市川博子訴訟を手伝ってくれるんだったら助かるんだけどみたいなことを言ったんだけども無視で、もともと河川水門外式ダム発電やと、まあ近づストレートトンネル発電、回転扉式なのはワンセットなんですけども、兵庫県の西の方に市川水系っていう川があったんですよ。だから歌舞伎の世界でも市川市川とか言われ始めたの。あれもどっからどこまで本当なのか、子供の頃のその僕の話を聞いて、で、まあ、そういう偽名でテレビに出たのか、結局、市川博子というものが何県のものなのか、正直これ分からないんですよ。淡井圭介とその神戸市立ホテルフルーツフラパークや他の気持ちで、まあ、例えば26歳ぐらいまでとしましょう。それまでに結婚話をしに来た人間、まあ子供の頃を含めてですよ。出身地が全員本当のこと言ってるかなんか、俺分かんないんですよ。僕も途中から、二十歳の頃すごくもう正直な話ね、もう今日も何にも絡まれてるんですけども、集団のグループ、家の中でこう寝ようとしてたら、ここの部屋でね、そしたら廊下側のところで子供連れてきた、連中とかが大きな声出して、16時って言った春山整骨院にいろいろ車が来て、出入りさせ、ギャーギャーギャー言うでしょ。こちらの部屋にも逃げ場ないし、向こうの部屋にも逃げ場ないんですよ。で、今度向こうの部屋に行ったら、春山整骨院閉まってたんですけども、電気ついてなくて、そしたら今度は学生、中学生か高校生ぐらい、もう姿見てないんですけども、笑いながらね、複数の人間で笑いながら、うるさいわーとか言いながら、もうこっちも我慢の限界が来て、うるさいわお前やーって、こう、もうドア開けて、ベランダ開けて言ったんですけども、いや、これは普通、ルール法律、正当防衛、720条。向こうが、家の中の僕に向かってうるさいわって言ってきてる、その笑いながら、それ明らかにこいつからかってやろうっていうやつだから、だからそいつを、そいつらがそのストーカー行為法違反、付きまとい行為、歩きながらでもさ、付きまとい行為なんですよ。どこかで遭遇しよう。何回も喧嘩を打ってきてる人間は。で、それを楽しんでいて、で、今日は今度19時、30分ぐらいに岡場駅の交差点のところ、神戸市北区の、そこのところに今度は自転車でね、坂を下っていって、その先にあるトヨタの店舗に向かって走っていきながら、中学生ぐらいかな、4名。言わないんだったらええわってこう敬語なしで言ってくる。もうそれもう10年以上前から。いろんな人間が。で、そいつら、じゃあ10年前のその中学生が、もう今は大人になって、もうこれ、もう僕は20歳ぐらいの頃からで行くと、もう26年前なんですよ。だからこの周りの人間で住んでる奴らなのか、どっかからの遠征組なのか分かんないんですけども、だからその、社宅みたいな形でこの辺借りてるとこ、もう一回全部なくしてください。政府の方で。で、正直その市川博子が返事しな、市川博子の娘かな、返事しなかっただけで、僕はどういう気持ちになるかって言ったら、その遠征組を売ってほしいから、その電話番号を開示しない奴ら。で、市川博子に関しても、僕はもう快く思っていません。はっきり言って。で、だから、なぜ、娘だったとしたら、本人だったとしたら、そこ返事しなきゃならないでしょ？今までの件いろいろあったんだから。娘だったとしたら、今までのこと知ってるんだから、なぜ娘こんなとこ歩かせてるのっていう話になるじゃないですか。いや、もうだからもうテレビ局をね、2社合併、夜中明け方なくす。で、あとは厄介なのは声優陣ですね。顔がわからない。で、どういうふうな形で絡んできてるのかすらわからないっていうことになってくるんですよ。人を固定して、その本名とかを世間に開示する人間しかもう声優の仕事与えないよ、正社員雇用があって。
ボーナスも出さないよっていうような形にしなかったら、ほとんど声優の力量なんてそんなにあるかって言ったらないと思うんですよ。真面目に仕事してる人だったら誰でも声優なんかできると思います。本当に。で、まあこれは佳子様へのメッセージなんですけども、佳子様もしっかり喋らなかったでしょ。僕の横を通り過ぎたりしようとするから。だから正直、その市川博子の件だけで、もう佳子様のことも腹立ってますもん。で、これは以前にも言ってる。高島屋に送ってる SD カード言ってたはずです。テレビに向かっても言ってます。ということは、何回も。で、兵庫県かな、まあ、弁護士会の人たちも何人かは、僕の担当者だった人は、その件のことを知ってたはずですよ。だから、それ分かっててまだ仕掛けてきてたのが、佳子様とかであって、で、ゴールデンウィーク妙に晴れてる。で、この辺に佳子様が来てたのかどうか。で、テレビのニュースなんかどうせ嘘だから、インターネットニュースとか。例えば、成人様と愛子様と雅子様が、別荘なのかな、軽井沢。昔は、その、別荘なる人様が、そのある程度年齢の頃テニスされてたところも、その手つかずになって草が生えっぱなしになってたりだとか、そういう映像は見たことあるんですよ。まあその辺の話ももともとはその、とんでもない富裕層っていうのが、まあ国会議員とか知事とか市長、まあそういったところになるんですけども、そういう人たちが家を何軒も建てるから、結局こうなってるんじゃないかと。だから家の件数自体が例えば三田市だったらね、1万件ぐらいしかないのに、人口10万人とかわけわかんない数字が今インターネットで公表されてる。で、もともとは 2万7千人とかだったんですよ。人口ずっと減っていくんだから今2万人ぐらいとか、もしくはそれ以下って考えるのが普通じゃないですか。だってもともと高校が3つぐらいしかなかったんですから。で、農業用の定時制の高校があったみたいなんですよ。で、その、一応、表記上は、ウィキペディアで高校一覧表で、三田市の高校で、まあ探してみたら、まあ、その、農業高校のその定時制の高校っていうのは見つけたんですけども、いろいろこう、探して。で、ただし耕作放棄地が三田市もいっぱいあるんですよ。多分そこは軸になって、まあ、この近辺のところぐらいまで、その農業地帯のところを、まあ、耕してたんじゃないですか。正直、その、だから、ガソリンなんか使ってたらもったいないから、畑耕す機械見てもらったらわかる通り、深くなんか全然掘ってないでしょ。あれぐらい人間のコアでこう、一回掘るぐらいの程度の深さしかどうせないから、10メートルかける10メートルなんか1時間ぐらいできるでしょ。まあ、運動だった時の、その体力だったら。で、まあ、三田市で言うとね、感覚が乗り出してきて、まあ、関西大学っていう大学、もともとは、だから三田市に大学はなかったはずなんですよ、多分。まあ、だから、まあ、僕は、まあ、働いていた、フルーツ科学に働いていた、まあ、1997年ぐらいの頃を最初っていう言い方で言っただけなんですけども、この辺に引っ越ししてこなかったら分かんないですから。だから、することが逆だと思うんですよ。大学いらないところに大学作って、で、だってね、公務員の人で、生活保護の窓口の人とかで、例えば、生活保護の人が働きに行った時に、例えば1万5千円分ぐらい働いたら、手元には1万5千円分入ってくると。で、そこから上は、例えば、2万円分働いても、手元に入ってくるのは1万6800円ぐらいですよとか、まあそういう表があるんですよ。で、それを、ちょっとこれ写真撮らせてもらえますかと、自分のホームページに貼り付けておきますからっていうことを言ったら、それをしていいことなのかどうかを考え始めるんですよ。政府の書類っていうものは一般人にもうみんな公開しなきゃなんない。だってその仕組みがなかったら、知らなかったら、生活保護になった時にお金困った時にどうなるんだろうとか、そういう仕組み自体がわからなくなるから、特に票なんていうものはいくら稼いだら手元にいくら入ってくるんだろうっていうこと、それわからなかったら、まあ僕の別のそのYouTube で最近アップロードしてる内容で、まあ生活保護でね、その支給されてる金額は
4万8000いくらとか4万9000いくらを見たとき、みんなびっくりすると思うんですよ。こんなん絶対生活無理やんって。それは、昨年の、11月、12月などに、まあ、中貨物さんっていうそのスタッドレスタイヤを、扱ってる、まあ、倉庫の仕事で、まあトラックに積み込んだり積み下ろしたりっていう作業をしてるところも、まあ、すごくごく短い期間の2ヶ月ぐらいで終わってしまった、まあ、アルバイトなんですけども、あとは1月は休業保証で、で1月はもともと15日までなんですよ、スタッドレスタイヤの仕事 あの交換時期って。まあ大体もうそれ以降に交換する人なんかまずいないじゃないですか、なかなか冬用のタイヤですから。だからその時に稼いだお金のそのプラスアルファの部分から差し引いた分を、まあ計算して、来月その次、これぐらいの金額になりますっていうことが大体分かってなかったら、生活自体が計算立たなくなるじゃないですか。だからまあもともとこれは公文書公開っていう都政六法のその法律があって、政府の書類は民間人に公に公表しなきゃならない。例えば裁判所でも裁判が終わったら、その判決を開示しなきゃならないんです。公示。張り出してます。まあ大阪の裁判所行ったら、そこそこの長い、貼り付けるボードのところもいっぱいになってます。だから法律がこう行き届いてない世界っていうのはこうずっとあるわけであって、でまあいろんなことがこうほったらかしになったりしてるんだと思いますよ、この世の中を見る限り。だからまあ昨日の動画とかで、だから佳子さまとかで注意してる内容あるじゃないですか、その本音で腹割った話っていうことで。あと公室の方たちへと、プロ野球業界の方たちへっていう内容、まあ今日のアップロードになりましたけども、あそれを見てもらった時にね、プロ野球業界の人たちとかにも理解していただきたいんですけども、そのもうテレビに出た人とその親族、まあ3親等までにするか4親等以内までにするのか、6親、まあ親族は6親等以内までですけども、例えば裁判だったら4親等以内に関わる裁判官だったら無理ですよと、その件に言って、その件に関わる裁判官だったら、その件は扱いませんよっていうことになってるんですよ。で請求に関しては3親等以内までなんですよ。でだからもうその自分の息子とか娘とかをこの辺歩かせて、例えば、僕は声かけて、返答がなかったらそれは嫌な思いしますよね、全員に対して。今まで結婚までしてきた人間も全員そうだし、最悪男性まで嫌になる。だから一時期昔、だからグレイの皆さんとそのテレビに向かってのテルさんとかとこうまあ喧嘩越しでもうこっちも言ったし、でまあまあその辺の話はちょっと違うような行き違いがあったんですけども、絶対いずれもそうなるんですよ、こんなことしたら。ちゃんと真面目に話しないで、その辺歩き回る、で家建てまくる、エネルギーの残存の問題解決するっていう方向で、手を貸すとか書類作りとかね、そういうところ誰も手伝ってくれないんですから、テレビ出た人みんな。で結局みんな自分たちの我がの稼ぎのためにお金稼いでしまっただけで、あとほったらかしになってるわけじゃないですか。それ一部の人たちは被災地へ義援金を送ったりとか、それはしてくれてますよ、してくれてますけども、その肝心なエネルギーの残存量問題で解決手伝ってくれないんだったら、正義なんてどこにもないじゃないっていう話になるんですよ。だからこのルール自体が正直変なんですよね。だからその喧嘩を打ってくるようなことを外から言ってくるその、まあ、中学生か高校生なのか、その17時ぐらいに、その後こうさてのところもそうだけども、でその間野球があった時にそのデッドボールが発生していたりとかね、今までの例でいくと、でこれ怒るなって言われても口に出してはその時僕全然怒ってないんですよ。ある程度歩いてちょっと落ち着いてから警察の方に電話かけたんですけど、ちょうどパトカーがね、その有馬街道のその延長沿いのそのトヨタの方に向かって走っていってましたから、田尾寺駅の方向から。でそれを見たから、あ対応してくれてるんだっ
って思って、一応ねその自転車で通り過ぎたところまではその者たちのことを分かってると思うんですよ。けどその17時ぐらいにそういうふうにそこから笑いながらうるさいだのなんだのそれ笑いながら言ってくるんですよ。そのものすごい大声で、で僕は寝ようとしてたんですよ、眠たかったから。だ集団リンチをずっとされてるわけであって、26年前から。で、その大きな要因として、これは各地域の皆さんにお伝えしておくんですけども、まずアダルトコーナーが置いてあるレンタルショップができたら、即座に警察の方に言って、刑法175条で対応してくださいって言ってもらったらいいです。そしたら罰金250万円以下の罰金と他の罪とかも併課されます。併合罪です。あとは累犯加重。刑法、軽犯罪法とか他のものとかもいろいろありますから。で、民法とかいろんなものもついてきますよ。民事不介入って変な言葉全然違いますから、刑法の第何条の後ろの方を見たら、それに類するところのところで、民法700何条とか、そういうこと書いてますから。だからテレビ局が言い始めた嘘だと思いますよ、民事不介入って。そうじゃなかったら説明つかないですもん。民事訴訟法を見ても、最後の方刑事訴訟の方みたいに変わっていって、昔からそうなんですよ。昔から。自分で訴えれるし、刑事訴訟法の方を見たら、民間人にも逮捕権あるんですよ。ただし制服を着てる警察官に引き渡しっていう形になってるんですよ。ただそれもテレビのニュースで、あれ、どうなるんでしょうね、本当のところ。本当は僕も通報者分の事後経過の報告っていうのを意識出していただきたいですし、で、その、通算で6店舗くらいは潰してるんですよ。このあたりだけで、蔦屋3店舗は確実。2002年、3年くらいの頃の、JA の近くにあった蔦屋、そこもそれ置いてた。その前に、僕は20歳ぐらいの頃、まあ、神戸市立ホテルフルーツアーパークで働いてましたから、まあ、株式会社神戸ワインで財団法人みのりの校舎だったから、神戸市の、人たちがいる弁護士さんとかが役員の中にいる議員さんがいるだったから、だから、まあ、北新ビルのその区役所の出張所ですよ、その下の今の三井不動産のところにそのレンタルショップがあって、そのアダルトコーナーがあって、それを潰してるんですよ。だその後密になってる時点でもうわかるでしょ、すべての。今までの僕の話をずっと聞いてくれてた人は。で、あとは、その、トヨタが今あるところ、岡場駅の近くの。そこももともと伝えがあったんですよ。で、ステップガーデンって言われてる岡場駅のイオンモールからもう少し、サッカーを登っていったところの、そこの伝えもなくなっています。これ4つでしょ。で、谷上で、1店舗、ゲオ。で、谷上っていうところも神戸市北区です。地下鉄の谷上駅と神戸電鉄の谷上駅が一体化しているところです。で、神戸大学附属病院っていうものが神戸市の中央区にあるんですよ。で、兵庫区か中央区か、その道路で境目になってたような気がするんですけども、その坂を下っていったところの右手の方にあった、その、レンタルショップだったと思うんですけどね。そこも、僕の方から通報して潰してるんですよ。だから思い出せる限りで6店舗は潰してるから、20歳ぐらいの頃から。だからそれ関係の人間とかが喧嘩売ってくるとかの図式なんですよ、もともと。で、最終的にそういうことを自分がしてきたことを、完全に、忘れてたまま働いていた時期っていうのがあって、その働くだけの、人間になってた状態。長時間労働とかで。で、なんか探したらまだ7店舗目ぐらい出てきそうな気もしてきてるんですけども、なんかどっかであったんちゃうかというような。まあ、それはさておき、まあ、なぜ2008年に路上で暴行を加えられて、両側を割られて男4人組に。そのうち1名は、港川中学校の同級生だった、北条っていう人間ですね。で、
神戸大学附属病院に搬送された後、強制わいせつやられてるんですよ。小林真央は、その未来からの声を聞いているのか、淡井圭介がそこで強制わいせつされるっていうことは、どうやら分かってたみたいだから、もう涙流しながら、僕、両方割られていて、歯茎とかも3分の1ぐらい、多くの面積、両方とも、消失してる状態で、根元まで歯が見えてる。で、歯並びもこういうふうにカタカタになったんですよ。もともときれいに並んでたんですよ。で、あと歯も1本なくなってます。で、なんでいつもこの人ばっかりってこう涙流してた絵。で、私が押していくから、車椅子に乗ってもうすぐに東京に行こうっていうことを言ってくれてたんですけども、だけども、僕はもう痛みで、オペが終わった直後でしたから、もう東京なんか急に連れて帰るとか言われたものが、もう無理無理無理って、もうちょっと動かしただけで痛いし、まず上下4本ずつに釘を打って、で、針金で固定してるんですよ。こう、口が閉じてる状態で。喋れない、なかなか。普通には。こう、口閉じてる状態。ものを見せましょうか。どんなものがあったか。その釘。まだ家に置いてたと思うんですけど、それ電動ドリルで穴開けてね、あんまりまあ見たくない人は見てもらわなくていいと思うんですけども、もう痛いか痛くないかこれ分かるでしょ、その状態が。まあまだ血とかがちょっと残ってますけども、これはね、ちょっと見えにくいですけど、これが固定するボルトで、中央のところ穴開いてるじゃないですか、そこに、この辺のね、ネジ。大工さんとあんまり変わんないんですよ、外科の手術って。その歯医者さんも自分で言ってましたけども。まあ、担当してくれたその小林正樹っていう、まあ、医者の人も、よく考えたら、まあ、子供の頃、兵庫区で会ったことあるなと、友達の家でと。まあ、その人はちゃんと手術してくれて、問題はその後、大学附属病院とかも、人材派遣会社の看護師ばっかりなんですよ。看護師。もう大体どこでもそう。人件費を安くしようとして。で、だから管理なんかできないんですよ。だから変なやつが入り込んでいて、で、気を吹きっていうのを勧めてきて、で、体を拭く云々で、で、それで、同意したら強制わいせつされたっていうことになるんです。で、その大瀬まりなっていうやつが強制わいせつしてきたんですけども、そいつはもともと他のところ、2003年四国の方のナルトルヤスサンスリゾートホテルっていうところに働きに行ってた時にも勤務地に紛れ込んでいるんですよ。で、最近はこの近くの丸亀製麺っていう、黒い建物はもともと建てなくていい、まあ何か問題のある建物なんです。丸亀製麺さん自体の食べ物自体は大丈夫ですよ。だけども駐車場が広すぎるんです。エネルギーの残存量問題。味は美味しいんですよ。味は美味しいんですけども、駐車場が広すぎる、エネルギーの残存量問題全く無視してる。だからそこにその大瀬マリナというものが、名札を変えて、名前を変えて、働きに来てる。ずっと草加来い、付きまとい来い。今度店舗の中に潜んだりしますから。で、これはもともとは、この世の中ね、表記してる人口と最初全然違うっていう話したじゃないですか。だからそれが事実であって、じゃあ、高校生ぐらいまでの年齢のものと、老人の人の、数を省いたときに、例えば3だし。じゃあ今何人ぐらいなんだろうって。まあ高校、昼間の高校がね、3つぐらいあるわけじゃないですか。今本当に3つとも稼働してるのかどうかわからないですよ。だから、そこで例えば生徒の数を聞いたときにね、1年生の方何人いらっしゃいますかと。2年生の方、3年生の方と。まあそれ一回聞いてみようかなとか思ったりもするんですけども、世の中こんなもんですよ。人口1億2000万人なんて、朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国と、あと台湾と満州国っていう中国の一部の
領土を併合していた時の人口で、第二次世界大戦の頃に1億人っていう数字でしたけども、あの後に戸籍謄本が上がってきてるんですよ。それで1億2000万人って言ってたんですよ。で、今度は死亡届が回ってきてるんですよ。そう、わかんないですよ、どこで死んだかなんか。その当時パソコンを扱える人っていうのはほとんどいなかったでしょうから。だって僕は子供の頃ってワープロが打てたらとかそういう世界でしたもん。1977年生まれですよ。で、1980年ぐらいの頃のパソコンって言ったら、テレビがね、ブラウン管型で、モニターのところが、奥行きがあるんですよ、すごい。で、キーボードがついてるって、そういうタイプのものがほとんどでしたね。で、ノート型パソコンは1990年ぐらいに登場したんですよ。そう、すごく高かったですよ。ソニーさんだって、でしたっけ、どこかはあのバイオっていう名前のノート型パソコンを発売していて、高性能だったからかな、27万とか。その当時はパソコンものすごく高かったんですよ、ノート型パソコンって。最新式で、まあ、だからちょっと話がだいぶそれましたけども、市川ひろ子もよく考えたらフルーツアパークで働く前に子供の頃僕と会ってません。遠征組、もうそのもう何県のに出身のに、どこの都道府県の出身の人間が分かんなくなるから、その阪神淡路大震災があったから、その報道ステーションでそのレギュラーの仕事を、要するに正社員としての仕事をいただいていたのかどうなのか、もうややこしくなりすぎてる、人数多すぎる。その結婚話して、名前と住所と電話番号分かりませんっていう人、もう通算で言ったら多分アナウンサー関係だけでも20人以上は絶対います。で、あとはもう女優藤原紀香さんとかも、もともと阪神淡路大震災の前から親戚のうちで何回か会ったことあるんですよ。逆なんです、僕の知り合いだったから有名になれてるんです、仕事がたくさん回ってきて。もともとだから、僕の東山高校がね、住んでた生まれ育ったところがほったらかしになってましたから、だから、まあ嫁の方も稼がなきゃならないとか何かそういう風な話でね、嫁になってないんですよ、結婚なんかしないし、それどころかデートしたことないんですよ。その辺の話で、まあまあ、兵庫県の人間だからっていうところなのか、ただまあ、その、西宮市北部の藤原紀香さんの実家と思われる家、まあ、だいぶ古いは古いですよ、すごく古い家で、まあ、年季が入ってる家なんですけども、ただ、広かったは広かったんですよね。だから、富裕層の人だったんじゃないかなとは思うんです。富裕層っていうのを大体年収どれぐらいの人からで物事を見るかって言ったら、多分400万円以上の人から多分富裕層ですよ。この世の中どう考えても。仕事の絶対数とか見たら。もうどう言ってもあの人材派遣会社の人たちばっかりで、ひどい賃金叩き。まあ、鈴木亜美さんは僕の母親だ、浅井聖子っていう名前だったんですけども、その鈴木恵子っていう同級生がいて、多分鈴木恵子さんっていう人の、要するに母親の友達の娘さんが鈴木杏樹さんだったんじゃないかなと思うんですけども、まあうん、松たか子さんもそうですね、子供の頃僕と会ってるんですよ。で、親見たら松本幸四郎っていう名前でテレビ出てらっしゃいましたけども、松たか子っていうことになってる時点で文字が一文字なくなってるじゃないですか。だからもうよくわかんないんですよ、本当のところ何がどうなのかっていうところは。みんな実名を最初から最後まで公表しなかったらもう信用度後からもうガタガタになりますね。もう誰も彼もがこう怪しく見える。テレビなんかフェイクニュースずっと放送してるでしょ。だからもうゴールデンウィーク明けになったらとりあえず能登半島を自分で行ってみようと思ってます。現地の人にね、本当にいつ地震があったんですかって。だって YouTube では2023年に揺れてるでしょ、金沢の方の石川県のあの
県庁があるところは金沢市ですよね。そこで、野球の試合中、昼間、真っ昼間、夕方じゃない。1月1日には16時過ぎに、震度6強の地震ということになってますけども、発生したということになってますけども、もしかしたらその2023年だったのか、けどその映像、だからまあ去年も見たことあるのはあるから、それももっと前かもしれない。海外のその洪水の大災害も昔のニュースが混ざってるんですよ、だいぶ。で、それで高額所得を得てたわけじゃないですか、テレビ局のアナウンサーの人たちは。月給、基本給が、大卒そこそこで30万ぐらい。おかしいでしょ？そんだけ世の中めちゃくちゃにして。大学行けば行くほど、めちゃくちゃな人間になってるようにしか見えないんですよ、本当に。だって、大卒の人間が、ね、エネルギーの残存問題無視して万博開いたりオリンピック開いたりしてるんですから。今の国会議員の人たちはほとんどの人が大卒じゃないですか。テレビ局のアナウンサーも大卒しかなってないでしょ今。もともとは総理って高卒だったんですよ。だからもう公務員の人のその窓口の人をね、その生活保護の係の人を悪く言うわけじゃないですけども、だから公文書公開っていう法律すらわからないんですよ。分かってないまま公務員してらっしゃるんですよね。これが事実なんです。だから大学なんか行ったらあまり意味ないんですよ。その窓口の仕事をしていたらどうしてもその窓口の仕事の人間になる。で、他の窓口の仕事まで覚えられないっていうのがこれが現実だから、大学作るだけ無駄なんですよ。だから三田市で言うと、その農業のその定時制の高校をしっかりと残しておいて、しっかりと畑、耕作放棄地あんなに作らないで、耕してたらよかったんですよ。だって小麦粉が今、コロナウイルス前が470万トン輸入だったんですよ、小麦粉。それが今570万トンですもん。やっぱり、倒産とかいっぱいテレビでニュースあったわけじゃないですか、コロナウイルスで。実はそうなると思いますよ。で、まあみんなお金ないから、ラーメンとか、スーパーマーケットで安いから小麦粉関係を買って、作って食事してるっていうのはこれが実情であって、その何を余裕を今更ね、淡井圭介の横を通り過ぎるっていう方法、だからそれをやられたら、だから佳子さまもそれ何回もしてるから、だから正直もうそこまで結びつくんですよ。で、結婚希望相手は佳子さまに固定しておきます。もうそれはそれでもう僕もがんじがらめにされてるから、スポーツの勝ち負けとか。それはもう髪の毛染めてる人間に任せたら、こっち体に痛みとかも大変なことになりますから。今、まあ、これ実は数日前からそうなんですけども、これどう説明したらいいかな。また別の、iPad か何かでピント合わせで撮影しますね。もうここ開いてきて血出てるんですよ。だから僕の、まあ、一時停止とか巻き戻ししてもらって見てもらったらいいと思うんですけども、まあ、もうこっちの指なんかもめちゃくちゃなってるし、で、それ皇室関係の人たちのことを悪口言ったりしても、そう、悪口に聞こえるような言い方になったりしてもそうなんですよ。だからこれ、告発とかできなくなるようなコンピューターの稼働の仕方をしてるから、だから機能を、これはおかしいっていうこと言ってるんですよ。そこまで腹割った話してるんだから、阪神タイガース絶対買っておかなきゃおかしいんですよ。絶対悪い首都東京なんですから。で、昔の、ジャイアンツの優勝してきた歴史、本当にほとんどの年、もうほとんどずっとジャイアンツですよ、優勝してたの。他の球団、阪神もそうですけども、ヤクルトも広島も、セリーグだから、ヤクルト、広島、横浜、昔は太陽ホエールズ、で、今の横浜 DeNA、横浜ベイサーズって言ってた時もあります。阪神、巨人、ヤクルト、あと中日。他の球団も、ほとんど優勝なんか1回とか2回とか、多いところで3回ですよ。僕が生まれてくる1977年まで、その戦後の頃から数えてですよ。第二次世界大戦。
絶対第二次世界大戦は首都が決めてるから東京とか悪いですよね。でエネルギーの残存量問題無視してエアコンをたくさん使用する東京ドームを一番最初に作ったのはどこですかって言うのは読売ジャイアンツ。最初にずっと稼いでいたから、ジャイアンツばっかり優勝していたから、だから地方がないがしろになった。その元々の内容は多分電波とかコンピューター使って力の搾取っていうものを一方的に読売ジャイアンツが行ってた。だから進撃の巨人っていう漫画が出来上がった。もうこれ本当の話ですよ。1997年8年の頃からフルーツラッパークでそういう話してましたから。でそのあの番組あの漫画も打ち切りになったのは、主人公のエレンがね、最後この辺皮膚裂けて歯見えてたでしょ。僕は両方笑えた後、血たまり3つぐらいできてます、唾液混じりで。その犬の散歩をしていたおじいさんが通りかかって、その救急車呼ぼうかって言って、電話かけてくれるまで動けない動けない、あんな大ダメージこう思ったら。だから、だからスポーツ界のその特典として、そのこの辺に来ないこと、もう淡井圭介のこの近辺のところとか、まあ僕の場合だったら今、まあ、大阪の高等裁判所等を含めて、まあ、神戸市、兵庫区、中央区、まあ発明協会だったら、まあ、高取とかの方ですね。まあ、だからその関係者の人間は、僕に電話をかけない限り、その、僕と遭遇しようとしないこととか、そうしようとしなければ、そうしようとしてきた人間を頭の中取ったりとかして、阪神タイガースとか、まあ、今年は横浜 DeNA が優勝する番だし、まあ、ロッテとか楽天が、どちらか優勝する番ですから、そのところに得点が行くように。したりとかね、防衛手段として、もうこれ言っただけ僕の頭の中は取られてますもん。話もめちゃくちゃですよ。僕は被害者ですよ。被害者なのにもっと被害者になれっていうような仕組みをずっと作られてるんですよ。こんなにひどいことになってるのに、佳子さまは僕の横を通り過ぎたりとかで地域の人間と組んだりしてるんですよ。だけど結婚希望相手佳子さまにしておかなきゃ危ない。むちゃくちゃでしょ。国連なかったらもうむちゃくちゃでしょ。まあ国連の方からその河川水門開始機だもん、地下水流それでどうなるはず。だってお金持ってるんだから、とりあえず特許申請料とか弁理士さんとか弁護士さんの費用一旦出すわと。でそれで、その特許使用料で、入ってきたお金で返済してくれたらいいからって。僕は総理だったらそうしますよ。でしょ、普通そうでしょ。もともとの総理の年収なんか4000万超えですよ。本当に政府のもともとの公式の僕のホームページのその20番台前後のところかな、40番台前後のところかな、あの給与の算定用とかその辺のところに、年収のもともとの政府の公式の資料があります。それはもう市民情報室で自分で調べました。だから毎年毎年安定して4000万とかね、年収あったら余裕でしょう。まあ、国会議員の人たちとか あの資産を開示しなきゃならない法律があるんですけども、まあ家2軒以上持ってる人が多いですね。あと他にもまあちょっと株を持ってたりだとか。なぜこんなことになっても僕全然わかんないですよ。エネルギーの残存量問題こんなに無視して。だからやっぱり
海外留学もやめなきゃならないし、やっぱり大学行った方が頭悪くなると思うんですよ。本当に。いやだから、うん、金使い、税金の使い方が荒い人間が大学に行くわけじゃないですか。そこは税金マジで誰も立てるんだから。ね？じゃあ税金に対して無頓着な人間が出来上がってしまうんですよ。公務員になった者勝ちって考えちゃうから。公務員の方が稼げる。公務員の方が偉いんだ。公務員の方が上なんだって。で、そうなっちゃうから世の中こうなってしまうんですよ。で、まだ外からこう絡みに来てるじいさんばあさんとかがいるんですけども、結局こういうことなんですよ。もうこれ音声今、拾えてたんじゃないですか。まあそのまずアダルトコーナーとかを徹底的に潰してこう喧嘩を打ってくる老人も含めてですよ。徹底的になんでこんな時間歩いとんねんって、彼の家の近くをって、それを警察が徹底的にすればいいんですよ。それをしなかったら、すぐに集団化する。特に一番厄介なのが自治会。自治会なんかいらない、いらない。もう昔からあの自治会が祭りとか開いて、それもまた税金とかで、もうみんなから集めたお金とか使ったりして祭り開いて、仕切りたがる。で、議員を出そうとする。もういらない、いらない。ろくなもんじゃない。自治会は昔から良いことしないから。もうその辺のところ、その辺で仕事してた人間とかで組んだりするから、余計ややこしくなる。会社の話になったら、人が変わったかのように。まあ、今、喋りかけてきた老人から頭なんか取って、阪神タイガースが得点とかできたらいいんですよ。そうじゃなかった。民法720条の正当防衛、刑法38条。38条でもいいですよ。どうせ絡んできた老人っていうことは、その者たちの、娘息子もしくは孫とかが喧嘩を打ってきたりしてるんだから、まあ喋るんだったらよそ行って喋ったらいいんですよ。1キロぐらい離れたところでしょ。 なぜ僕の命ここで喋ったりするのっていうこと。まあ、これは海外へ向けてのメッセージにもなるんですけども、だからもう電波でのその脳へのアクセス、僕へするんじゃなくて他の奴らをしっかりしといて、で、淡井圭介の自宅に近づいてこようとしてる人間を、まあ半径200メートル以内に入らせないようにしっかりと対応してもらったらよかったんですよ。で、そいつらが特典の元になったらよかったんですよ。夜中とか明け方だったら、まあメジャーリーグ行ってる選手だとか、今度タムロしてる自宅の前で。もう絶対こうなります。警察の人に今日ね、撮影者撮影しないようにっていうことを言われたんですよ。ただ記録は残してもらうっていうことにさせてもらってます。ただこの内容も変わると思いますよ。多分撮影していいっていうことに絶対そうなると思います。そうじゃなくて、それ警察官言った瞬間すぐ逮捕されてるんだから。喧嘩次々次々打ってくるやつ現れて、以上です。